ゃにゃん、どうもシュネコです。今回もフリーゲーム怖くないお化けの大きいやっていきたいと思います。パート4ってことで、前回の続きからになりますってことなんですけど、前回は、最後にですね、パソコンにメールが来たんですよね。そこからになりますってことで、早速パソコン覗いてみようかな。メールをチェックしようっと。お、なに？何？もう即配達？アマゾン？なんだろうな、なんて言うんだろうな。タイムセール？そうだ、絶対に買うって決めてたんだよね。あー、すごい勢いでタイムセール商品が減っていく。もう終わっちゃう。早く決めなきゃ。クリッククリック。え、何？嘘？何？これ！あ、何？実績解除。変えた。てか何をしたんだろう、自分。はーい。何買ったの？何買ったの？ちょっとカウントダウン始まったからな。ちょっとなんかめっちゃ怖かったんですけど。届いた。中身は、なんだろう。おー、わー、まあ、嘘。ホラー映画の VV、あれDVD。勘だよ。友達に勧められたんだよね、この映画。早速見てみよう。嘘を見るの？自分はちょっとご遠慮させていただこうかな。ホラー映画苦手なのでね。助けでーす。なんだこの化け物は。わわんわわんわん。もう起きてる。こんな展開になるなんて気になって寝れない。あー怖かった。でも夢中になって見ちゃったし、映画面白かったな。ちょっと夜更かししちゃったし、そうそう寝ろ。寝よう。噛んだよ。お、寝るの？寝るんだね。じゃあちょっとセーブをツンツン別のとこにセーブしましょう。じゃあ寝ていいんかな。じゃあおやすみなさーい。眠くなってきたな。あ、てか実績ってどうなってんですかね。ちょっと見ましょうか。実績、お、1から15まで揃いましたね。おー、やったー。では寝ていいのかな。寝ましょっか。寝ましょっかとか言って、おやすみなさーい。お、今日も一日楽しんだな。おやすみなさい。おお、実績解除16。おやすみなさい。数日後。おお、何？あ、なんかリニューアルオープンで書いてるよ。お化け屋敷の周辺は静かで誰もいない。ん？え、ドア開け、怖い。待って、怖いよ。え？開けようか。ほい。キャー。ああ。うん。なに、おお、びっくりした。ようこそお化け屋敷へ。お越しいただきありがとうございます。私、お化け屋敷の案内係のレイと申します。リニューアルしたとっても怖いお化け屋敷の中をご案内します。あ、待って、リニューアルしたんだね。生きて帰るかはお客様次第にさしませんよ。タイムセールで買ったホラー映画のセリフ。お、エンディング2、とっても怖くなったお化け屋敷。怖い、待って、怖くないお化けのおじじゃなかったって。とっても怖くなっちゃったんだ。18、とっても怖くなった。実績解除。あ、お、エンディングですかね。おー、いやー、ありがとうございますだね。でもね、確かですね、エンディングが5個あるらしいんですよね、こちらのゲーム。なので、まあ、一応、まあ、すべてのエンディングを回収できなら、回収してみたいなと思いますので、ちょっと次回のパートもちょびっと続くかなと思います。一応、今回ね、最初に見たエンディングは、エンディング2。怖くなりましたという感じでしたね。お、おまけへようこそ。
最後まで遊んでいただきありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。いろんな例に話しかけてみてください。わかりました。タイトル画面に行きたいときは、私にお声をおかけください。わかりました。プレイヤーが動かす例はこれです。これって書いてるやつですね。これって書いてるやつこれってはね。ここは？お、エンディングは全部で5つ。ヒントを聞く？答えを聞く？聞かない？まだ聞かない。まだ聞かないです。こっちは？こんにちは。制作者さんですね。はい、ありがとうございます。はい、ちょっと、ダウンロード。他のエンディングの分岐を知りたい方は、踊っているクラサーの例に話しかけてみてください。さっきのあれかな？話してたあれかな？今回のどこかに今まで自作したフリーゲーム作品の関連のものがひっそりと存在しています。よければ、過去作に片っぽの靴下、王様の願いというフリーゲームがありますので、興味がありましたらぜひ遊んでください。買いましたね。ありがとうございました。ということでね。一応自分、片っぽの靴下と王様の願い、両方、実況しています。で、多分、あります。動画ね、残ってくると思います。多分ね、確かですね、片っぽの靴下は単発かな、単発の方でやったのかな。で、王様の願いの方はですね、7パート、8パートぐらいになってるかなと思いますね。もしね、もし興味があれば、ぜひ、そちらの方の動画も見ていただけたら嬉しいなと思います。あとは、こっちかな。ここは、エンドイラストをご覧ください。あれか。そうやね。さっき見たやつですね。はい。では、一回タイトル画面に、一回タイトル画面に戻ります。お帰りです。では、サンキューファープレイング。ってことで、一応、次回のパートからは、エディング回収の方に移るかなと、移るかなと思います。今が11から16と18ですね。回収しました。あと17番、19番、20番かな。で、あと21枚あったかな。なので、あと17、19、20、21ですね。あと4種類になっています。ことで、一応次回は、まあどれかね、回収しようかなと思いますけどね。では、今回のパートは、ちょっと時間が早いような感じもするんですけど、てか、なんだろうな、ちょっとさっきのあれをちょっと調べてみようかな。多分過去作のあれって、多分こちらの靴下のことかなとか思うんで、待って。よく見たら、猫ちゃんいけるね。なんだ、この上の、なんか水色のところにですね、王様の願いの猫ちゃんがいてますね。まあそんな感じなのかな。はい。ということで、一応今回のパート4かな。パート4は、こんな感じで終わろうかなと思いますので、次回のパートはエンディング回収パートになります。ということで、もしこの動画少しでも良かったと思ってくださいましたら、高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ってことで、それまた次回の動画でお会いしましょう。ってことで、ありがとうございました。最後まで動画を見てくれてありがとうございます。左側の動画は最新動画、右側の動画はおすすめ動画です。Twitter などもやってますのでよろしくお願いします。チャンネル登録は画面左の丸のボタンをタップか&クリックでできますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ということで、それではまた次回の動画でお会いしましょう。ということで、ありがとうございました。